福島信弘の,の不断議談議いや寂しいもんですねやっぱり一人でこれ「怒鳴り」と業界用語で言いますが番組のオープニングのタイトルを今言いましたけどねいつもでしたら「石井良次と福島信弘の不だん着談義」っつって始まるんですけれども今日は石井良次さんがですね新型コロナウイルス陽性反応が出たということでまあもう皆さんもネットニュースですとか「ここスマ」の放送でもご存知かもしれませんけどもね 石井さんが、まあ、お休みを取っているという状態なんですね。今日は多分家で聞いているのかな。まあ療養しながら聞いているところだと思います。先ほど LINE を送りましたら熱も下がって割と元気にやっているというようなこともありましたんでね。えー、まあ石井さんのことは皆さんそんなに心配しなくても大丈夫そうだということだけはお伝えしておきますが。まあそれで私が今日は一人で放送をしております。月に一度の放送で 本来でしたら2人揃って番組を進行するのが当然なんですけど、まあ、前回の放送1月の末ですね1月の末の時にも私がこ,れこの時は私がね私が新型コロナ陽性になっちゃってで家からですね、まあ、その家で聞いてたわけですよね石井さんとで代で川田直也アナウンサーでこの2人がこう、まあ、言ったら同,同期って言うんですかねあの2人も一応同期というふうに言われてますけども 石井さんが CBC に入った年と川田さんが MBS に入った年が同じではないのか1年ずれてるんですかねだけど一緒に受験をしていたということで、まあ、同期コンビとよく言ってるんですけどねその石井さんと川田さんのこのなんていうんですかあのちょっと私たちからするとね内部事情を知ってる人間からするとこうちょっとこうドキドキっとするようなね会話が聞けるかなと思ってこう2人でやってもらったっていうところがあるんですね。 まあ言ったらこれ辞書、まあ、説明しないと意味わかんないと思いますけども前回聞いた人はわかるかもしれませんが石井亮さんが受けた年川田さんは MBS に入社したでその時石井さんは MBS 受けてたわけですねでそれがダメでもう1年じゃあアナウンサー試験受けようって言って頑張ったでその次の年入れなくてで CBC の方に行ったというね、まあ、そういう経緯が CBC とたまたま縁があったとそういうような経緯があるわけですけど、まあ、だから石井さんの中で 川田さんに対してはちょっとこう負けてるみたいな思いがずっとあったんだっていうことがねあるわけですよでそれを、まあ、この不だん着だの中でねこう解消できたらいいなと思ってスタッフもみんなねいろいろ考えてでまあ2人でやってもらったっていう経緯があるんですけど大してわだかまりもなかったのかもしれませんねよくよく考えてみたらね2人の会話聞いてるとあるいはさほど進展がなかった可能性もありますね前回の放送だけではやっぱり50分近い放送ではねなかなか 変わらないというととうころもあったのかももしれませんねもう一回来てもらってもいいですけどね川田さんね、うん。実際どうなんですかってちょっともうちょっと突っ込んでやっぱ当人同士だとねこう切っ先をちょっとちょんちょんと触れ合わせてそれで終わりみたいなことがありますからそれをこう間私が入ってねまあそれぞれにこう意見を聞き合ってちょっと構築していくみたいな会がやっぱあってもよかったのかなとかいうことね、まあ、いろいろ収穫があった大宴会でしたが、まあ、今回は私が今一人で喋っているという状態です。 すいませんねなんかねもうずっと2人で揃ってないんですよだからね2ヶ月揃ってないんですよ普段ん着談義石井亮次と福島信弘の普段ん着談議っていうのはそれぞれ1人ずつ出てこないとちょっとねこれは本当にお前らコロナかと思われますねこれねあのなんかちょっと適当な理由つけて休んでんじゃないかみたいなふうに思われますけどね、えー、そういうことはなくて本当たまたまこういうことになってしまったんですが、えーまあ、石井さん今日は。 療養中で救援ということで今夜はですね私がとりあえず現状のところは一人で進行表のない生放送という形でお送りしておりますこれ進行表のない生放送といってもねあんまり何を言ってるんだって感じかもしれませんがこれはね元を正せばですよ私が MBS に入社しても11年ぐらいになるんですけどこのラジオでですね一人喋りをやるっていうのはね結構早い段階で私はあったんですよ 普通アナウンサーは大体 MBS の場合は入社して1年目私が入ったぐらいの頃まではそうですかね朝の番組とか、まあ、どこかで一人で喋る短い15分ぐらいの番組とかがあったりしたんですけど私が最初についた番組は、えー、とねまあ最初にとか最初に自分がメインとなって喋ることになった番組は「昭和歌謡でしょ」っていう番組があったんですよ。 で昭和会をかけて私がそれを解説するでそのお話をずっと川島あみるさんというタレントさんが聞いてくれるっていう番組があったんですけど、まあ、それがしばらく続いてでほどなく終わってでどううぞお構いいなくこれがまあ実質私がほとんど一人で喋っている番組のスタートだったんですけど。 そっから何か知らないですけどね、MBS ラジオはやたら私を一人にしようとするんですねあ。大体普通アナウンサーっていうのはですね、一人で喋らないでしょみんなそうじゃないですか。うちの番組見ててもそうでしょ立ててずっと朝から見ててもですね、浜村さんですら一人で喋ったでしょ今。別まあそれ,はそ,うだそれはそうですわね。うん。あの浜村さんはもともと一人で喋った時期も多分あったと思うけれど、まあでもまあそれはそうですね。だけど普通、あんまり喋り慣れてない、放送で話をし慣れてない人間がですね、放送で喋る場合は、 ままあ大体相手に誰か入れますよねアナウンサーだったら芸人さんとかタレントさんとかあるいは自分より後輩のアナウンサーとか入れたりするんですよね。大体どこの番組も,も MBS だけじゃないでしょ ABC だって関西だけじゃないですよもう全国どこ見たってそういう番組が、まあ、多いのは多いんですよね。ただ、まあ、どういうわけか MBS はやたら私を一人で喋らせよう一人で喋らせようとしたんですね。これはだから多分その 一人で放送した方がですね、人件費かかんないわけですよ、ね。で、言ったらコスパはとてもいいわけですね。で、それを1年目の段階、2年目の段階ぐらいからしっかりとやらせることで、まあ、すごく便利な駒を作ろうとしていたという,う MBS の目論みがあったと思うんですね。まあ、言ったらそういう,こう傭兵を作るみたいなところですよね。それの専門に特化したような、さっとみたいな、しゃべりのさっと、あれはグループか。一人人でやりきれるような人を 作り上げようみたいなプロジェクトがあったんだと思う。多分ね。で、それで私はずっとそこでですね。まあ、言ったら、人間の心を知らない、喋りのサイボーグとして、こう育てられたわけですよね。で、今の段階で見てみれば、まあ結局は他のアナウンサーたちと同じように、まあ一人じゃなくて、何人かのアナウンサーと喋ったりとか、何人かの出演者と一緒に喋ったりする番組が多くなってたんですけど。 それでね、い、まあ、たら、どうぞお構いなくという番組が始まって、でそれでずっと一人で喋ってったんですよ。で、その番組の中で月に一回生放送をやってたんです。深夜の、あれ、2時からでしたっけね。深夜2時ぐらいでしたね。えー、1時か、うん。で、野球が伸びると2時になるんですよ。で、2時、3時とかなんですよね、えー。で、これ1時間ぐらいの番組だったんですが、これを夜中にですね、一人で進行票のない生放送って言って、別に何の準備もせずに。 皆さんからのメッセージを読んで、まあ、気になる人がいたら電話をかけてというような形で進行票のない生放送というのをこの「どうぞお構いなく」という番組の中でやってたんです。ですのでこれはあの私のことをそうですねまあ78年ぐらい前から知っている方は喜んでるんですね。で私のことをあんまり知らない方はさ大して喜んでないんですね別にね、うん、意味がよく分かってないと思うんですけどいや今なんか高いアナウンサーが覗き込んでますね。 あの人は仕事をしてるっていう感覚がないんですかね。私が今そこでね、<laughs> 青いセーターを着て手を振ってますが、もう MBS の明るさを一人で担ってるような高屋のぞ。頑張ってね。<laughs> <ら> <laughs> もう放送始まってんですよ高井さん。知ってる。エレベーターで福ちゃんの声が聞こえてます。あそうでしたか。はいはいえでもそうしたら一人ぼっちだからちょっと頑張ってねっていうあのあ応援に来てくれた。そうそうそうガラス越しに手を振るだけにしようと思ったんだけどついでにスタジオ入っちゃいました。あそうです。皆さん高井さんです。はい私の先輩です。そうです今日はねあのこの番組の後。 でも十時前のニュースを読むので、私はラジオ報道におりますので。ええ、私ニュースの告知初めて聞きましたよ。本当ラジオニュースの告知ってあります?。<laughs> いやいや、それで会社にいるんですけどね。<laughs> あ、そうですか。グリーブリングリスナーと皆さん。<laughs> <laughs> あの高井さん、もうあの戻ってください、業務に。<laughs> そうやね。油売ってる場合です、ね。ありがとうございます。すみません、ではでは本当に頑張って。わざわざけ、いい職場でしょう。風通しがいいんですよ。本当にね。高井さんは本当天真爛漫で明るいんですよね。 私はもうあの高井さんのあの明るさをですね天真爛漫という病だと思ってるんですけどもねえま、ー、ああれはもはや病気じゃないかと思ってるんですけどもねいい人ですねすごくいい人なんですがまあ私が一人でベラベラ喋っててもしょうがないんで皆様からのメッセージも募集しておこうかなと思いますねこの番組では箸休めに読む箸休メールまあ普通のお便りで結構なんですが箸休メールというのを募集しておりますメールアドレスは if 石井良次の i と福島信宏の f 片方が欠けていたとしても if ですね if at mark mbs 1179.com if at mark mbs 1179.com までメールでお送りくださいまたツイッターでの皆さんからの反応もこちらでは見ることができるようになっておりますハッシュタグ普段儀談義普段儀談義はカタカナで、えー、ハッシュタグ 普段着談義と書いてつぶやいていただけますと、私の手元のパソコンで見ることができるようになっています。あ、高井美紀乱入を皆さん喜んでいますね。まあ、そう、まあ、嬉しいよね。あの、ラジオが好きな人っては、あの、乱入が好きですよね。乱入って言うと、なんか、乱入とほど、まあ、今のは乱入だったけど。あの、想定されてない人がこう突然入ってくると、すごく喜ぶ方多いですね。まあ。 確かにイレギュラーなことが起こったらちょっとわって興奮するのはねあまたまたなんか高井さんがまた向こうで手振ってますよもうニュースのところに行ってくださいって高井さん こう言ってますけど、嬉しいんですよ、高井さん。ね、はい、ええ、もういいってば。リスナーの皆さん。あの。あのね。わかった。キッザニアじゃないですか、高井さん。そうね、そうね。部活じゃないからね。放送部じゃないからね。<laughs> 高井さん、自由だなというコメントも来てます。<laughs> そうです。それが私の取り柄です。ありがとうございます。では,では,はい、えー、高井さん、また乱入ということでね。こういうのは、ネットニュースになったりしないんでしょうね。おそらくね。もう、私が。 本、ね、とコロナにかかってで初めて私入社してね十何日か休んだんですよそんな休み取ったことないからで、まあ、まあ病状はそこまでものすごく症状が強かったってわけではないですけど、まあ、それなりにね症状も多少出てはいたんですがそれよりも何よりも自分が会社にいない間自分が担当している放送がどうなるかっていうのはねこれはねやっぱりねものすごく気になるんですよ特にこの「普段着だん着」なんかは特に気になってはいたんですけど他の番組もそうでね で最初私がその休みってなったのが金曜日で,でちょうど私金曜日にレギュラー番組で「金曜でいいんじゃない?」っていう番組をやっておりますんでここの部分がまあ大縁になるわけですねでその時は西康アナウンサーがやったんですけどでその時にまあ私は一応意識はちゃんとあるしその別に完全に伏せっているわけではないし多少元気だというところをですね皆様にもやっぱ。 皆様と言いますかこのラジオをよく聴いている人たちにちょっとでも伝えられたらいいなと思ってツイッターにですねこう書いたんですよ。こう「今日は西安市アナウンサーが代演します」って,って、えー、向こうの方がなんかいい空気感でちょっと悔しいなみたいなことをこう書いたんですね。そうしましたらこれがですねインターネットは今ネットニュースってのがあるんですよね。新聞記者の方が 多分家か会社でラジオを聞いてその中で気になるものがあったらそれをないくらかピックアップして記事にするみたいなものが東京なんか特に盛んにやってますが、まあ、大阪関西でも時々やっている人がいるようで,でそれをですねヤフーニュースにバッとこう出してくれた人がいるんですね、まあ、くれたなのか出した人がいるんですねでまあね言ったら家で元気してる様子だみたいなことをこう書いてくれたわけですよ。 でそうするとこう、記事が出るとですね、インターネット上にはやっぱりいろんな人たちがいて、いわゆるこうね、私のことを心配してくださる、もう身内だと思っている、今、この番組を特にお聞きの皆様のような方々もいればですね、えー、いわゆるアンチというですね、えー、反対勢力がやっぱある程度いるわけですね。で、この反対勢力の方々は、盛んにこう、いろんなことをお書きになるわけですね。えー、もちろん、優しい皆さんも書いてくださる一方で、その、アンチの皆さんもいろんなことを、 本当わざわざね、お時間取ってくださってありがとうございますって感じなんですけども、なぜか得する話し方ですね,ね、わざわざ本当申し訳ないなと思いながらね、こう、丁寧に自分とこのね、このパソコン開いてなのか、スマホをわざわざ開いてなのか知りませんが、フリック入力でしょうか、なんでしょうかね、ブラインドタッチなんですかね、分かりませんけれども、それでこう入力してくれて、で、まあ、いろいろね、悪いことを言ったり、書いたりしてくれてる方もいて、でそういうのを読んでは、私は一人で、うーん。 よくないねと思ったりとかしてたりもしてたんですけどねでまあそういうことがあってでもそんなに私ネットニュースとかなることないからであ,あこういう反応になるんだななんて思ってたんですけど、まあ、石井さんが休んででまたこっちもいろいろ大演がこう立ったでしょ特に石井さん休んで最初の日は CBC の三山さんという男性のまだ若いですよね27とか8じゃないかなのアナウンサーが大演やってるんですよすごいですよ 全国ネットのの情報番組の結構難しいいい話題も多いじゃないですか。またねオリンピックの最中ですから普段あまり知らないスポーツの話題もあるし、まあ、雪がよく降ってたから気象状況もどうなるか分かんないとかもちろんコロナのことも伝えなくちゃいけないとかそういういろんな話題があるのを278でさばくっていうのはこれはなかなかですね簡単なものじゃない特にゴゴスマが難しいのは1人のフリートークで。 持たせななきゃいけないいけ時間が結構長いんですよね出演者はもちろん大勢いるんですけどあの番組フリートークが70分とか80分とかありますからねあんなに喋ってるだけの番組って今あんまありませんからそこを任されるっていうのはこれなかなか難しいことだと思うんですが見事にこうやりきってでその次の日が古川さんというですねこれまた CBC のうちでいうとね以前いた吉武さんと同期じゃないかな、えー、ぐらいのアナウンサーがまたこうやってこれまた見事で週明けて今日月曜日 この番組にもご出演くださいました若狭圭一さんが登場してるんですよ若狭さんですよね以前電話で喋りましたねザタイム仲間ですね私のねザタイムで生中継リポートをやっていてでまあ池に落ちたとかなんとか言ってまあこれ話題になったんですけどこの若狭さんがですねこの午後すまで免死会をやってるんですよこれ入社の経緯で言えば若狭さんのが石井さんよりも 1> 1年先輩でまあ石井さんは会社辞めちゃったんですけども若狭さんは今も CBC でアナウンサーや曲穴をやってでラジオなんかをやってであとは野球の中継ですねこの実況中継とかをやっているでもこれはかあの名古屋のラジオファンの間では大変人気があるしテレビをご覧の人たちも若狭さんテレビでよく見てたっていう人たちが多いんですけど全国ネットの番組だったらなかなか若狭さんが見られるチャンスっていうのはやっぱりねローカルアナウンサー私たちと一緒ですからそんなには やっぱり機会がないといととうことで今日の見ました皆さんどうでしょう忙しいからあま見てないかもしれませんけどねあのー、冒頭ね何分間か若狭さん自己紹介でだいぶ喋ってましたよ。うん、でずっと長いんですよ私は若狭敬あのこんにちは石井亮次アナウンサーがコロナウイルス陽性のため代わりに私 CBC アナウンサーの若狭敬一がお送りします。 お前誰だと思っている方もいると思いますので自己紹介させてくださいってフリップが出てくるんですね。若狭圭一さんのガン首という顔が一枚こう載っててね、その下のところに名前と年齢とか入社何年目みたいなことが書いてあって、で今担当している番組は「ザタイムの中継です。それから「ドラゴンズ」のこういう応援をしていますっていうようなことがこ書いてあって、で、間には VTR なんかも流れて、あれなかった5分、もうちょっと喋ってたかな。5、6分喋ってたように体感では感じましたけどね。 ずっと VTR を交えて自己紹介ですよこれ三山くんはやってなかったですよねちょっとだから特別扱いですね若狭さ,さんに関してはこれねそれでまあそこからまたスタジオのメンバーともまあ、ある程度親睦があるんでしょうかね軽快な会話があってで、えー、それぞれのニュースにまあ話題が移っていくわけなんですけどこの若狭さ,さんがですね代演をしたということもですねこれニュースになってんですねこれもねゴゴスマ石穴の代打は 池に落ちたあのアナウンサー一体誰と自己紹介というタイトルがついていますねすごいですねでこれはねまあそれだけやっぱり全国ネットの番組ってのは注目度が高いということですね若狭アナは冒頭石井アナが自宅療養中であると伝えピンチヒッターを務めさせていただきますと挨拶あこれ勝手に引用したらまずいですか大丈夫ですよねだって向こうだって私の Twitter 勝手に引用してんだからね お互い様だよこれねそして「一体あなたは誰なんだ?」という視聴者もたくさんいらっしゃると思いますとして自己紹介を開始したということですね。えー、というようなことはいろいろ書いてあるんですけどここで私がちょっとね気になっているのはねさっき言ったネット上でいろんな悪口それから優しい言葉も含めて書き込む人の数の差なんですよ。私が感染して、えー、そのラジオの代演をしてもらったっていうニュースね。 この記事のいろんなコメントが41人の人が書いてるんですね。で「ゴゴスマ」の石井さんの代打が若狭さ,さんだっていうことに関しては172人の人がコメントしてるんですね。これをどう考えるかですよ。関西ローカルのラジオ3時間の番組の代演を他の人に頼んだっていうことが41人の人たちの心に何らかの形で影響を与えたってことでしょ それに対して全国,ネットですよ、ね、全国の至る所にあるテレビジョンでこの人の顔が出てこの情報が流れて石井さんが今日来られないから私若さがやりますと言ったことに対する反応が172件です。どうこれ。どう思う私もちょっとこれ迷ってるところなんですけど41対172ならこれはもう明確に負けてるわけよこれは。 明確に負けてはいるんだけど意外といい勝負してんじゃないかなっていうねうんこれそんなにこう負けてもあともう一点言うならば若狭さんが代演をしたっていう記事のまあ大きな見出しとなる写真ですね見出しの下のところに出てくる代表的な写真は石井亮次さんの写真なんですよ。私私のの記事は私の写真なんですよねこの辺りどう考えるかですよね。 ちょっと難しいところだなとは思うんだけどまあまあわ私は若狭さ,さんとすごく仲良くしていきたいと思っていますし先ほども LINE であの「今日の午後すまとても楽しかったです」と「大変勉強になりました」というようなことも伝えているところではあるんですがやっぱりねどこかで、まあ、全然年次で言ってもレベルで言っても若狭さ,さんの方が上というのは前提ででもやっぱり同じく「THETIME,」でそれぞれが自分の仕事を もっといい仕事したいっていうのでしのぎを削って冬季オリンピックほどではないでしょうけれどもそのまあ言ったらアナウンサーの国体だっていうのは私は「ザタイムに関してはずっと言ってるんだけどそれぞれがしのぎを削っているところで言うとまあちょっとどういう移り方を世間に対してしてるのかこんなことに振り回されちゃダメなのよネットニュースみたいなものに振り回されてはいけないのは分かってるんですよでも逆の立場になったと思ってくださいやっぱそれはね多少心のひだひだが動きますようーん で言うと私の中ではまあいい印象かってま,まあまあまあいい感じなんじゃないかなっていうのは私は思ってるんですよね。うん、皆さんはどう思いますかね。「ハッシュタグ不着談義,義をつけてつぶやいていただきたいと思いますけれどもね。<laughs> えー、じゃあこのあと皆さんからのメッセージもちょっとご紹介しようかなと思っております一応番組のツイッターで「ゴゴスマーのなぜか得する話し方出版記念」と題して「これが得する返し方」というね、あのー、ちょっとこう会社の上司とか同僚とか友達とか仲間から話しかけられたんだけどそれにどう返していいかわからなかったどうやって返すのが正解だったんですかという。 まあ質問みたいなものですね皆さんの実例を交えた質問みたいなもの、これが得する返し方というのを募集しておりまして、これ本当は2人揃ったらやろうって言ってたんですけど、全然2人揃わないので、ひょっとしたら今日やるかもしれませんので、一応送っておいてください。あの一応あるという方は送っておいっていただけると大変助かります。if-mbs1179.com までお送りください。 光君が来ないですね。今日はあの石井アナウンサーの代演として光弘アナウンサーを一応ねあの誰か入れといた方がいいかなと思ってお願いしてたんですよ。うん、来ないですね。まあななんか前の仕事がすごく今日は忙しいんだってのは聞いてるんですよ。で急いで行きますみたいなこともさっきメッセージでやり取りしてるんですよ。でも来てないですね。うん、まあ何かあったんですかね なんかあったと思っていた方がいいでしょ、えー、皆さんからのメッセージがたくさん届いておりますありがとうございます千葉県の大学生の方ですね20歳の方ひらがな R さんからいただいております現在石井アナウンサーがコロナでお休みをしています福島アナウンサーはゴゴスマの代役やりたいですかというですね本当に興味あるかという質問が来ておりますがゴゴスマの代役ね石井さんの代わりでしょまあどうかな ちちょっとい考えちゃうねどうねねどですか、ね、全国ネットの番組で司会やるこれはねあの本当地方局私たちみたいな地方局でアナウンサーをやっている人間からすれば全国のニュースを取り扱う番組の司会をやるしかもスタジオにいるのは本当に全国の人たちがよく知っているタレントさんたちいろんなニュースの専門家も出てくるだから難しいんですけどやりがいはあると思うんですよねだから やりたいですか,だか向こうからもしやってくれって声がかかったら、ちょっともったいつけていくと思うんですね、でもね、結局最終的には。いや、ちょっと他の関西の仕事もありますので、一回持ち帰らせてくださいみたいなことを、一回ちょっと電話切っていいですかみたいなことを言って、どうするどうするってこっちでみんなと喋って、まあ、あの、なんとか都合つけていきますっていうふうに言うとは思うんだけど、やりたいかで言うとやっぱ怖いですね。 あの,あのスタジオやっぱ番組ってそれぞれの司会者に合わせてみんなカスタマイズされてんですよだからスタッフも動きとかもよく分かってるし、うんね、話題なんかもそれに合わせて組み替えてあったりとかするわけなんですよねなんだけどこう例えばその人がやっている庭にですね私がポンと行ったからといってスタッフの人たちは私の情報はもうウィキペディアでしか分からないわけでしょ それをもとにですねあれこれ組み立てられますとねどうかねこうやっぱねなんかこうあんまり居心地がよくないなっていう時はやっぱあるんですよあ今日だけじゃなくて次回もあればもっとうまくいったのになっていうのはねこれはね絶対感じると思うんですよね。てかね実際感じた私が以前安住さんのラジオの台本をやった時、うん「自由にやって福島君の思いううにやってね」って安住さんは言ってくれたんだけどやっぱり向こう行くとね そのスタッフの方たちの動きは安住さん用にこうカスタマイズされてるから私の速度では私の処理速度ではもう追いつかない部分もあったりしましたんでそこはね難しいところです多分石井さん用に出来上がってるはずだからねうんまあ、でもあそこに立って違和感があるのはちょっと後で録画で見たい気もするね自分の姿をねうん参考になりましたか本当に興味がありましたか 大阪府八尾市にお住まいのこんにゃく製の枕さんからいただいておりますいつも仕事をしながら聞いていますということですね先週バレンタインでしたがアナウンサー室で一番チョコが届くのは誰ですかということですねもうでもバレンタインデーにチョコレートを送る習慣っていうのも減ってきたんじゃないですかね私会社に入ってすぐの頃はもう日産のデスクの上には2月14日はもう山のようにこうチョコレートが積んであったりとか 大吉さんとか川田さんとか山中さんっているんですけどその人たちのデスクの上もわーっと山になっててすごいな人気あるんだなこの人たちと思った記憶がありますね。今はあんまりなんか皆さんでどうぞみたいなのはよくありますしあのもちろん送ってくださる方も番組宛てなんかにもいたりはするんですけどもね。うん、これも本当に興味あるかな、うん、それから奈良市にお住まいの普段着。 ふだんぎだんぎだんぎさんからいただいておりますねふだんぎだんぎだんぎさんからいただいておりますね、えー、福島アナ光弘アナこんばんは MBS の好きな男性アナウンサー2人の番組私は密かに喜んでいますちょっとごめんなさいまだね光弘君がね到着してないみたいでね、えー、ちょっと今まだバタバタ多分ねちょうど着替え ちょうど衣装かからら普段着に着に替えてるぐいいじゃないですかね今多分バタバタしてるところだと思うんですが、えー、私はひそかに喜んでいます石井さんごめんなさいと言っていますね先週川田アナが居酒屋で福島アナと大吉アナにブチギレた話をされていました詳しく教えてもらえると嬉しいですと、まあ、これ先週というか前回の放送ですね1月の末に川田さんが私の代わりを務めてく,だくれた時にそういう話をしてたと思うんですけどわっ あれはね、ちょっと私もね、酔いが回っていたから、あんまりはっきりと記憶はないんですけれど、結構ね、MBS のアナウンサー室の男性陣っていうのはね、結構熱いんですよ。よその放送局、これは TBS の人に言われたんだったかなのはね、あんまりこう、男性アナウンサー同士とか、なんかその、4人5人、1対1はあるけど、4人5人とかで束になってみんなで飲み行こうよとか、ないんですって、あんまり。 うん、年末の忘年会とか年始新年会とかそういうのないんですって。でまあ私たちは割とそれをですね日常的に「おい飲み行こうや誰々も一緒に行こうや」みたいなこうちょっと昔昭和サラリーマンスタイルみたいなね海山商事みたいなこう飲み会の仕方をちょっとするんですよね。サザエさんで言うとですよサザエさんで言うとね。でまあ私と大吉アナウンサーと川とアナウンサーとあとまあ何人かいたと思います。そこで 私と大吉さんはねものすごく喋るんですよお酒飲むとねで大吉さんがよくしゃべるんだけど私もそれに合わせようとするから先輩だからねものすごく言葉数が増えるんですよでわーって喋っていくとだんだんこう勢いづいてくるんですよねで思ってることをかける1.7倍ぐらいの思っていないことを言うようになってくるんですねでそううするとこう 先輩のアナウンサー男性アナウンサーを追い出そうみたいな話にちょっとなっちゃったんですねあの,あの人はなんでそんなにすごいんですかみたいななんであの人はあの人ばっかり仕事とってんですかみたいなことを山中さんだったかなのことを多分言ってたんですよねそしたらそれを川田さんが最初は「うんまあなそやな」って聞いてくれてたんですかあの人優しいから言ってたんだけど最後の最後「お前らが実力ないからやろう」うって言ってたんですよう でそこで私とおよそさんはシュンとするっていう一幕があったただそれだけのよくあるサラリーマンのくだらない会話です本当に忘れてちょうだいってやつですねうん忘れてくださいこんなのはね申し訳ないこんな身内の話一番恥ずかしいねこういう話をするのはよくないですね水色くん来たあ来た あ今着きました三井不動産はお疲れさまですああお疲れさまはってくださいじゃあ改めまして三井正樹アナウンサーですはい MBS アナウンサーの三井正樹です大変遅れましたよろしくお願いします忙しかったんですね今日はねまあちょっとあのー、ロケに出ておりまして、うん、今急いで帰ってきて普段着に着替えて、はい、やってまいりました普段でしたらこの番組は石井亮次さんと私が 2>,、うん、まあ2人で、まあ、本来はねゲストなんかも入れずに 2>,、はい、2人でずっとこう あることないこと喋るっていうのがコンセプトの番組なのよね。うんうん、はい。で、水色君は入社して今どれぐらいですか？今4年目で今年で5年目に入った。5年目。はい、で、この番組はアナウンサーの登場頻度が高いんですよ。そうですよね。あ、聞いたことある？もちろんですよ。ごめんね。はい、あ、聞いてくれたんだ。あの私いや聞いてますって私の後輩の前田アナウンサーしっかり。 えー、岩崎アナウンサーしっかり田村ゆ里アナウンサーしっかり、うん、あの他局ですけれどもね、うん、あのいろんなアナウンサー出てる中で、うん、なかなか呼ばれないなと思ってたんですよ、うん、あ呼び呼ばれたかったんですか、ね、呼ばれたかったですうん、うん、もうもちろん福島さんにはお世話になってますし、はい、石井亮次さんとも1年前2年前ぐらいに、うん、それこそ福島さん大吉さんを含めて森本翔太さんもいらっしゃったかないたかな、うん 一緒にご飯も行かせていいいたただのでもうあれ2年ぐらい前じゃないもっと前かな呼ばれるかなと思って待ってたんですけどなかなか声がかからず、うん、そしたらこのタイミングで声がかかって、うん、ちょっと今回これは福島さんから呼ばれたのはお呼ばれしたのか、うん、はたまた呼び出されたのか、うん、なんかちょっとこうドキドキしながらスタジオに来たんですけれどもはい、はい、その辺りはいやあのねこれでもさ 僕が光弘君の立場だったらですよ。はい。あの全国で今、名を馳せている石。石、はい、も。ローカルアナウンサーの星じゃない。まあ、そうですよね。うん。やっぱり全国ね。全国の、と。全国でと番組って、やっぱり東京のアナウンサーが、やっぱ、ほとんど占めてるわけよ。はい。 一般の人がアナウンサーって言った場合には大体東京のアナウンサーを指すわけですよまあそれが出てきますよねとあるねタレントさんが言ってましたよほ<う>女性タレントだったけどもこの人はアナウンサーを目指してたんだって、はい、で私は全部の放送局を受けたんですへ<ー>だけどどこの局にも受からなかったからタレントになってこういう仕事今やってるんですっていう人がいたのねじゃあ40社50社受けたってことですかなわけないでしょ<え>その人の頭の中目の中にはですね東京の放送局しか入ってないわけよええじゃないよ分かってるだろ <laughs> いいいいつまでででで子ちゃんでいるんんるだよ <laughs> なんでですかいや私はそれぐらい演じささせてくださいよああ僕らはアナウンサーじゃないのかしらと思ったもんね<ー>その時にちょっと悲しい思いがしたんだけど、うん、でもそれぐらいの認識ですよ世間っていうのはねそういうもんなんですかねそう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 なのよ、ねそ,ね、そ,その中でですよ、はい、あれだけ言ったら、まあ、全国の人たちに顔と名前を覚えてもらってるでまあニュースもちゃんと毎日さばいて見事なもんですよあれフリートークでね石井さん、うん、すごい今多分 ね、もう病気療養中でちょっと塞いでると思うから多少褒めとかなきゃいけないと思うんだけど、はい、<laughs> そうあの人はやっぱすごいよごい私はね何回か一緒に仕事をしている時にも思ってたけど一回ねロケに行ったんですよお、はい、正月の特番だったかなでこう石井さんと私と二人でねなんか旅をするみたいなロケだったのね<ー>でそこに もちろん撮影隊ですから、はい、カメラマンもいればディレクターもいますでアシスタントディレクターの人もいてカメラも1台じゃないから、まあ、2人ぐらいかなカメラマン、うん、それぞれに音声マンがついてっていうで、まあ、車を運転する、ね、ドライバーさんがいてっていう風な、まな、あ、チームで私たちは撮影をしなくちゃいけないんですよね。はい、で大体いいねロケバスって言いますけど撮影時の移動の車の中ってね、はい、まあタレントさんがいても。 静かなななもももんんじゃないまあそそううでですね、うん、今日もうでしょうまあ移動中は、ね、まあ無言か、まあ、ちょっとこう話すとしても本当にちょっと話してまた無言が、ね、この後どうする何するんだみたいなちょっと軽い打ち合わせがあってまあ控え室みたいなもんだからそのぐらいですねそんなもんでしょ石井さんはもう朝4時5時ぐらいからロケスタートしたんだけど早いずーっと喋ってんのもうロケバスの中は中で中で<や>夜の7時ぐらいまで撮ったんだけど、はい、ずーっと喋ってんの 朝から晩まで,で私もそれに対してずーっと相手してるの相手って言ったら悪いけど <laughs> 一緒になって楽しく喋ってるわけでねここで石井さん何がすごいかというと私とはまあ仲いいから、うん、普段ん着だんと一緒ですよねずーっとわーっと二人で喋ってるの分かんないそこにいるカメラマンの方 AD さんメイクさん音声さんドライバーさん、はい、全員に話を振っていくんですよも<う>石井さん <laughs> カメラマンさん何歳えー、あお子さんはいるのとかなんかそういうの写真なんか持ってたけどみたいなそういうのをずっと広げていくなんとかさんその女性ドライバーさんって珍しいですねみたいな<ー>ずっとでしかもね名前適当に言うのよ適当にですいいんでうかとメイクの木村さん「私木村じゃないですああごめんごめん、えー、な何されたっけ?」みたいなのをして話をすることでこう名前を聞き出すんですよああなるほど名前を教えてくださいって聞けないじゃないあちょっと野暮な感じですねそうそうそう 木村さんって言って適当に言うことで「はい、私木村じゃないです」ってなった時に「ごめん名前なんだっけ?」っていう、はい、石井さんがこう自分の位置を一個下げることによって、はい、自然とこう名前がわかるんだよねそしたらその時も私も「あそういう名前なんだ」とかさ向こうも入ってきやすいですしね思うじゃないですか<分>では<ー>会話がまたそこでわっと生まれて<ー>石井さん実は途中で降りたのよ、はい、新神戸の駅で降りて帰んなきゃいけないからですでそっそこから私とドライバーさんと。 AD さんとメイクさんか、はい、と4人でねその新神戸で石井さんを送った後車で帰っていくんだけどその間もねずっとね会話が止まらないんですよえー、え石井さんが残していたその空気がそう,そうなのよこれはすごいなと思った俺はこれいる時は分かるんですけれども、うん、まだ<う>いなくなっても続くってすごいですねそうなのすごいよ、えー、あの人のどん,どんな技術なんですかわからない あったまったやつがずっと保温状態で移動する感じ。あれはね、私は勉強になるとか。この人やっぱすごいなと思ったんですよ。話術の魔法瓶ですね。今ね。あ、なになあ、ちょっと待ってください。ごめんなさい。ごめんなさい。間違えました。え、なにあの、え、これ生放送でしたっけ。うんうん。大丈夫、大丈夫。大丈夫です。もう一回聞かせて。あの、話術の魔法瓶と。確かに。そうだ。おっしゃる通りだ。増印。象印。 そうだ。温まるそのままか温かいまま。そうだわ。でも本当にそんな感じがしてね。本当にそんな感じですか？そうよ。増次 <laughs> がついてたよ。石井さんの額には。<laughs> だからね本当私は尊敬してるんですよ今もう療養中ですけどねもう大変だと思う、はい、興奮してると思うちょっと熱上がってんじゃないとしたらやっぱり聞いてますよね絶対ね絶対聞いてる絶対でもこれは本当に私は心の底から思ってることなんですけどもねんでまあ光弘君に来てもらったのはいろいろ理由はありまして、はい、まずこの「不だん着談義」という放送は月に1回なんですけど、まあ、大体放送時間決まってるんですよ、はい、でこの番組が終わったあとね9時からですか9時からね、はい 今日は月曜日でしょ、はい、月曜日の9時から、うん、どんな番組放送されてるかご存知ですかあの万博宣言われら21世紀少年団という番組がやっているそうですね、うん、はいなんか自称日本一早い万博応援番組ということで若手アナウンサー筆頭にあの万博にあ関して熱く語っているという番組だそうで、うんうん、あれ結構長いでしょもう,もうかれこれ2年半ぐらい続いてる番組じゃないですかそうでしょ知りませんけど 知知知らら、ね、らななななないいくくははでしょそのその自分がやってる番組は何そんな客観的に <laughs> いいじゃないですか自信持ちましょうよ右に行ったら左って言われるし左に行ったら右って言われるし、うん、これ, <laughs> これなかなか大変ですねこれ <laughs> まあそうなんです、うん、あの私三浦正樹がまが、あ、一応 パーソナリティというか万博宣言というところのまあ団長という役割でちょっと番組を進行させていただいておりまして後輩であったりとかゲストの方を呼びながら万博について扱っているという番組でございますどうなんですかこ,<う>このね石井さんと私が喋った後に自分の番組がこう接続してるわけじゃない、はい、そこって意識とかするの言っていいですか、うん、本当にこの接続が嫌なんですよ <laughs> だどう考えたってあの MBS が誇るまあ m 1グランプリ準決勝2回進出されている新茶の福島信弘さんと、はあ、えもう「ゴゴスマ」全国の帯、うん、担当されてフリートーク時、えー、70分ぐらいですかねうん、うん、フリートーク番組内でお話しされている石井亮次さんがやってる番組の後に流れるんですから、うん、そうだよね本当に嫌なんです僕も逆の立場だったら嫌だなと思うですよねでしかも相手で喋ってるのが自分よりもちょっと後輩のアナウンサーだったりするから、はい このの番組は自分にるんんだって思うもねそうですよその辺どう思ってんのかなとかどんどん囲っていってますなんか外堀を埋めてさらに光弘君はだから実態がよくわからないところがあるんだよもう4年目ですよそうだよまだわからないですかなんかさだから万博宣言を聞いていてですよはい光弘君の話はまあ光弘君のフリート部分がほぼないじゃないですかああそうですよ万博が話題だからね光弘君が今日こんなことあったとか仕事で今こんなことやってるみたいな話で あんまないからか意外と万博宣言聞いてる人でも光弘のこと知らない人多いんじゃないかなと思って、まあ、あんまり自分のこと話したがらないんですか、ね、いやそれはわかるんだけどねんかこう自己紹介がだいぶ昔に終わっているから、はい、みんなもう忘れてあんまり分かってないんじゃないかな光弘のことと思ってえちなみにですけど福島さんの中で僕の中のまだこうちょっとぼやけてる部分とか うん、ここもうちょっと深掘りしたいなっていうのは疑問,、はい、疑問私の中にある疑問あったりされます今一番大きい疑問聞いてもいいですかどうぞどうぞ私がコロナで休んでいる時に「t h e t i m の中継リポーターを光弘君が代演したでしょはい、はい、ピンチイッター担当させていただきました2回ですかねいやそれさ今さらっと言ったけどさあた ザ・タイムの中継は私は割と大事な仕事だと思って、全部大事ですよ。ふなぎ投ももちろん大事。なんならふなぎが一番大事だわ <laughs>。全部大事だけど、はい、まあ、やっぱ、なんと言ったらやっぱ安住さんと一緒に仕事するってさ、そうですよ。同じこの仕事してたら、やっぱりちょっと違うじゃないいやもう、安住さんとか古立さんとか徳光さんとか、そういう人たちと仕事するってやっぱり、 全然違うじゃないですか緊張っていう言葉で表せないような、なんていうんですかね、品定めされてるわけじゃないんですけれども、してるんですされてるよ、されてるんです当たり前じゃないか、うわ、何を言っているんだ、ミスター品定めでしょ、そうなんですか、そうですよ、もうちょっと初登場で、番組の中で3回ですかね、中継チャンスがある、光浦初登場ですっていう中で、福島さんのピンチヒッターで。 来る子、うんまあ、安住さんからすると、まあ、あくまでも推察ですけれどどんな子が来るんやろうっていうふうになるかなと思っていろいろと番組が放送される生中継のチャンスが来る前にマイクチェックと言われる回線チェックですよね,よね東京のスタジオといろ、うんまあ、んな地方大阪を含め北海道であったりそんなところが、うん、まあちゃんと繋がっているかどうかの回線チェックというのがあるんですけど、はい、オンエアには乗らないものですよね。うん、そこでちょっととさんと ちょっとだけお話しすするる時間あるじゃないですかはい、はい、その時に何話そうっていうのめちゃくちゃなって言ってたんですよどういうことしと思ってたかとうでした大学が僕一緒なので明治大学明治大学のちょっとお話とか安住さんの,、まあの日曜天国の話とか、うん、まあ出てらっしゃる番組、まあ、そんなにでも深掘っていろいろと準備してたわけではないんですけれども<お>あれ聞かれたら交渉とか<ー>福島さんの「 なんかアドバイス福島さんからアドバイス受けたとか聞かれたら、ね、こんなこと話そうかなっていろいろ準備してたんですけどやっぱするよねします、うん、結果的にマイクチェックの時に安住さんんんとそななに深い話でできなかったんですよああまあ短いしね時間が一瞬で<ー>しかもその時安住さんがちょっとスタジオになんだろうなコロナの関係ですかねか別のスタジオからだから、はい、あれ大きいスタジオと別のちっちゃいスタジオがあってねそのちっちゃいスタジオの方にいるから、はい 大きいスタジオにいる別のアナウンサーと掛け合わなきゃいけなかったってことねそうなんですなので僕が今一番知りたいのはその時に深いお話できなかった生中継を安住さんとやらせていただいた福島さんに光弘君の感想を何か言ってないかなっていうのが気になってるんですよこれはね何も聞いていない聞いてない聞いてないですか何の感想も私もそんなにはい そんな頻繁にやっぱり連絡取らないからああそうなんですか、ね、そうよだってあの私と安住さんの関係性を知っているあなたいやもう日曜天国のピンチヒッターに、うん、福島さんが行かれたこれはちょっと世間がですね、はい、あまりにここがなんていうかもうものすごくツーホットラインでめちゃくちゃつながってるように見えてると思うんだけどそうじゃないんですか私は安住さんが率いる JNN 系のアナウンス卿の、はい 言ったら伝道師として関西に今いる状態伝道書だから安住さんはあくまで、えー、司教様なのね司教で私は司祭として今関西エリアを担当しているっていう関係性なの <laughs> なるほどですから私は安住さんと LINE する場合司教様って必ず1行目書き出ますそんな書き出しなんですか、はい、司教様今日も中継ご一緒させていただきありがとうございましたっていうのをこう毎回私は送るそうすると「福島司祭殿」って返事が書いてくるんです っていうこの上下関係が縦にしっかりとあるんです。もくっきりはっきり分かれてるす、ね、本部と支部の関係性なんですなるほど。そうなんですよ。もっとなんかこう、うん、タ,イタイとまではもちろんいかないですけれども。うん、もっとこう。フランクな仲なのかなって、ちょっとどこか野暮な推察をしてたんですけど、そんなことないんですね。まあ、あのフランクな部分もあるのよ。フランクな部分も。もちろんあるんだけれども、そういうちょっと。私としてはほら、だいぶだって十年。 ぐらい先輩もっとかもっと先輩だからでも福島さんの年齢がいまいちまだわからないんですよいいよ後輩からそんないじられ方されだしたらもうめんどくさいよああ失礼しました<ん>俺もう十分やっても10年間ずっと上からそれやられてさ <laughs> 何ここから今度は後輩がやられるわけもう長いわこのいじりい失礼しましたもうまさかそんなね 2>, <laughs> 2週も3週も回ったいじりそうそうそれでね私光弘君に聞きたかったのははいその中継の中で私もちろんあなたのオン見たのよねあ,ありがとうございますで あの特に2回目ね、はい、カツ丼の中継あったでしょ食べてました大阪市内あれは本町のあたりだったかなそうですでカツ丼屋さんがあって、はい、でそこのカツ丼がものすごくできるスピードが速いそうなんですそれを食べる水色の中継リポートだったんだけど、はい、そこでねかあのカツ丼食べて一言目ね「はいまあ、ふわふわとろとろです」って言ったわけ、はい、まあこれはカツ丼の表現としてはまあよくあると思うんですけど、うん、その後ね 関西風の甘い出汁がしっかりとカツに染みていてって言ったのねはい関西のカツ丼って甘いのあ甘くあのー、え甘くないんですかいや私は全国的に甘いと思ってたのよあなんかその時僕が食べたカツ丼なんですけれどもちょっとこれ僕東京出身で、うん、東京で食べてきたカツ丼はもうちょっと醤油の味が濃いそうなんだイメージだったんです、ね、<ー>で あそこで食べたカツ丼は本当に結構砂糖とまではいかないんですけど、うんね、かなり甘みの強いだしでまあみりんのだしね味がちょっと強いよねですですやっぱりあ普段食べてるものとは違うあそううあれがいわゆる関西風の甘い出汁なんだって勝手に、うんあまあ、ちょっとあの<う>リハーサルの部分で試食もさせてもらってたんですけどうん、うん、その時にそう感じたのでそんなコメントになったんですけどあちょっと違うそれは知らなかった 私はだから適当に喋ったんだと思ってさいや誰が適当に喋るんですか <laughs> 生放送であちゃんと思いがあって言ってたわけで、ね、こんな人に見えてるんですか本当にでその後ねはいあのーまあ、えちょっと待ってここから全て添削が入ってきたちょっと,ょっと一番私が今聞きたいあ失礼しました、うんあのー、あそこの店ってカツがもうでに揚げられてるんですよね、はい、で揚げたてのカツがいっぱい置いてあったじゃない、はい、でそれを紹介するときにね揚げたての柵が用意されてますって言ってたんで、ねま、こ,これは僕 聞き間違いじゃないんだよ何回か見たから勝つじゃなくてかそういう言い方するのかとここはどういうあれなのかなこれはですね完全に言い間違いですねあの真うことなき言い間違いスタジオの宇賀神アナウンサーも笑ってました僕同期なんですけどあそうなんだはいバレてたんだ後でオンエア見返したらしっかりと笑われててその時はでも気づいてなかったあるよねでもそうなだだからスタジオで笑い声が聞こえてイヤホン越しにですよね何を今笑われたんだろう なんだろうこれはなんか美味しそうに食べてるのがちょっと微笑ましく見えたのかなって思ってたんですけどうんサクでしたあサクサクのカツが混ざってサクになってたんだねそういうことでございますなるほどねありがとうだったらいいわうんだったらいいわ興味を失いましたそのっとでおかわり中継の部分あったじゃないですかありましたあそこでうなぎとえっと何だっけなうなぎとえびですかね 丼みたいなあれ、はい、でしょありました。うなぎだったよねあれ。うそうです。うなぎとエビだった、ねううん。うなとじ丼とう,んうん？おうなとじどとまあエビ丼のまあ掛け合わせのような、うん、どですね。でうなぎはふわふわ、エビはプリプリでって言ったんですけど、これは事前にそう言おうと思ってたコメントですか？これに関してはうなぎは本当にふわふわでした。はい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 。エビは事前に食べて。うんうん まあちょっとこうしたたかですけれども、まあ、どんな食感かなとか本当に「おかわり中継」って1分ないぐらいあの日だと40秒切ってたのかな与えられた尺というかその自分たちが表現できる尺がこの中でどう表現しようって考えた時に、うん、しっかりと味わってコメントをするところもも,もちろん大切なんですけれどもまあ 伝えるべきところは瞬時に伝えなきゃというので、なるほど事前に食べた、まあ、そういった用意したコメント。スピーディーね、をちょっと伝えさせていただいたというところですね。なるほど、そういうことね。はい、あ、じゃあ、わかりました。これが聞きたかったの。<laughs> うん、これ、オンエアで聞くことですよね。いやいや、はい、ほら、自信を持ってよ。<laughs> 聞くことですかって、生きてよ、水色く <laughs> もうさ、そんなに人の顔色を見て生きなくていいんだよ、水色くん。そんな伺ってないですけどね。 えだからもうちょっと言い方なかったかなと思ったのねうわーなるほどそうですよねエリアはそのねこれだからもうめちゃくちゃ怖かったんですよというのもいろんな番組に福島さんのピンチヒッターで先輩方が出られていた出てました西さんが出たまあ他の番組でも先輩が大学で出た亀井さんも大学ありましたかねあったかないろんな番組に福島さんが ありがとうございますこうこうこううでしたね、うん、生放送中にもこうこうこうですねとコメントしてるのに、うん、僕の「ザタイムの中継に関してだけ、うん、コメント一切なかったんですよツイッターでああそうかそうかあこれは何か僕は踏み,は踏み間違えたのかいやいやそんなことない踏み外したのかな違うよ違うんですか違うよいろんな推察をしたんです後輩だからツイッターで言ってないのかな先輩に向けてなのかななんか だろうこれは。あれは見てる人が多いから怖くて何も言えなかっただけだ <laughs> <laughs> そういう事情なんですかそうだよあそこ緊張するでしょだってなんか短いしい緊張しますねいろんな人まあ視聴者はもちろん先輩方次曲もそうですけどね TBS の人も見てるしそうだよね緊張しましたねこの人もねよくあの番組見てるんですよ焼きそばさんは,はいこんばんはおばはえ焼きそばさんつながってらっしゃるんですかそうなんです,よ、はい、す毎回番組の最後はね焼きそばさんに電話さいてるんですが、はい、そうかご無沙汰しております光弘ですご無沙汰 ああ、ご無沙しております。焼きそばです。お願いします。よろしくお願いします。焼きそばさん、光弘君のことはどう見てらっしゃいますか。僕はあの万博宣言聞いてて。なんかいつも、あの後輩の、それこそ後輩のアナウンサー出てきますけど。なんか結局、遠慮しているというか、気を使っている感じがすごいする。あのね、光弘君ね、気遣いなんですよ。ものすごく。すごい気遣ってますよ。なんか。清水さんとかが出た時とか。すごい完全に清水さんのペースなんですよ。ああ、なるほど。清水さんは気を使わないからね。 それはまた逆に言うと、後輩の素いいが出るからいいんですけど、いつもその先輩と組むこと多いと思うんで、はい、だからだから自由に泳がせてる感じがして、<ー>僕はすごくいいんですけど、でも光弘さんあの、ストレスたまんないかなと思うんでストレスに関しては、ですねあの26年間の人生、ずっとこの生き方なので、スストレスは溜まってないです <laughs> 正直基本的に他の人のペースで惑わされる。 突っ込まれる、はい、なんか知った激励を受ける <laughs> <laughs> こんな人生だったので意外とそうなんだよねはいストレスは溜まってないんですけど<ー>ちょっともう少し自分の色を出していきたいなと思いますあこれ遠慮してるんですかねはい遠慮してる感じなんですか、ねはい、いや遠慮はしてないと思うんですけど聞いてる焼きそばさんがそういうんだったら遠慮なんですかねいやすっごいなんかあれですよ すごい本当にあの,あ,のいやある意味、今どきの人って感じがします,あ<ー>あすごく女性を立ててるっういう感じほどどちらかというと、まあ、この時代に表現がそぐうかどうかふさわしいかどうかあれですけれども、尻に敷かれるタイプとはよく言われる、はい、あ、すね、あな,んかなんかそんな感じで、だから逆に後輩の方は本当にあの安心です、すどういうボールでも投げれるかなって感じがします。あー 投げままくってますからね後輩たちそうだよねいや今日もあれですよ、あの今の状況ツイッターのえリスナーンサーは、事情聴取って言ってますよね <laughs> <聴> <laughs>。これはですね、皆さん、私が悪者になることで、光弘君をいい子だということをお伝えしたかっただけよ。<laughs> これで、このコメントで自分も、もう自分の正義を通してるってか、ね、だからそれは光弘君が言ってこんなきゃ困るのよあ。僕がそう 役割分担でしょう <laughs> お互い高めようよ、ちゃんと。<laughs> そうですね。そうそう。そういうのができなくて。うん、そう。あの、ヒいおイさんのことを、おじつの魔法瓶とおっしゃったじゃないですか。はい、水宏さんが。はい、その時にリスナーさんがですね、三つアナ、腕上げたなーって、はい、<laughs> <laughs> いや、完全にいじられてるじゃないですか、リスナーの皆さんに。<laughs> すごいな。水 キャラなのかねそうなんですかねわからないですけれどもまあちょっとそうですねまさか焼きそばさんが万博宣言をまだ聞いてくださってたっていうのがそこからもう驚きだったのでああ僕聞いてますよタイ,タイムフリーとかでもちゃんと聞いてますからねありがとうございます、まあ、カツをサくと言ったりね、はい、まあ、マグロもぐらと言ったりねアナウンサーさんはそれぞれ間違いがあるもんですから。うん 温かい目で皆さん見ていただいて光弘君のこの後の万博宣言も焼きそばさんみたいに聞いてほしいなと思うんですよはいぜひともよろしくお願いしますまだだって続くでしょあれあもう続きます万博まで続く番組ですのでねえ2025年までですね続きます羨ましいよそんなレギュラーが確定してんのありがたい限りそんな番組ないですよね焼きそばさんないですよすもんねそうよもうだって私もうかれこれ23年嫉妬してるでしょだってずっと 長いですね。始まった時僕は番組が終わったら4年ぐらいはその番組が終わったことをぐじぐじ言うからね <laughs> 本当にひどい話ですよまあ今日は石井さんいませんでしたけども次回は二人揃ってその時光弘君も来るぜひともよろしくお願いします焼きさ,さんありがとうございましたはいありがとうございましたえふだん着だん着のアフタートークをお送りいたしますが光弘アナウンサーです引き続きよろしくお願いします いやー石井さんがね、はい、お休みということで、今日はは光弘君、大演ですけど、うん、これはでも、普通に考えたら、すごいことだよねまああの石井洋次さんの大演、ピンチヒッターというのはね、ね恐れ多いんですけれども。うん まあちょっとあの事情聴取であっという間に終わってしまったという感じではあるんですけど事情聴取じゃないじゃないまあツイッターでね書いていただいてることを引用させてもらいましたがそうですねいや緊張しましたね緊張してたんしました緊張してたよねはいいやもう福島さんとラッシュをさせてもらうのも久々ですし1回ありましたねはい次は新福島の時かなあれだよねそうですはいそのの時にに万博宣言説明をし来て くれてねねきまましししたた一緒に話よあれがもうだって1年半とかそんなに前じゃないですかねいやでもそれぐらいかなねもう怖かったですね放送上で「THETIME,」の中継の裏側を聞かれるというのは本当にヒヤヒヤするもう怖いでしょはいあもうなんかそのうんいや僕逆だったら絶対嫌だもん ななことやらないでくださいよじゃ <laughs> 本当にえでも聞きたかったんですよ。あそうなんです、ね、でこれね裏で例えば喋ったらですね逆に私はもっと角の,のない聞き方をしてたような気がするんよあよ。ということはあえて角を立ててたんですねそう放送に載せるときはやっぱりちょっとギア1個上がるからね。はい その時にちょっと詰め,詰め寄る自分を見たかったとあるんですよね、うん、そのギアがいい具合に嫌なとこついてましたねほんとにここつかれたくないなっていうのがいくつかポイントあったんですどうせ今日「ザタイム聞かれるなと思ってたあ思ってた、はい、こことこことこことここあたりがつついてくるだろうな、うん、ここつつかれたら嫌だなってポイントがあってうん嫌、うん、だなのポイント結に <laughs> エビの話もそうですしそうですね、うんうん 私も同じ現場でやってるから普段その気持ちがものすごく分かるんですよ光弘さんがどこをどういうふうに頑張ったかとか逆にどこをどういうふうにごまかしたかとかそういうのをこうすっごく見てて感じるところがいっあったからちょっと本当に聞こうと思っていつか聞こうと思ってたんだけど光弘さんは光弘さんで忙しいし私は私でなかなかこう時間が合わないしこのご時世ですからこういう話って大体ね飲み行ったらできるんだけど飲みにも行かないからまあそうですね できないなと思ってえここですかここだとここですかそこ以外なかったですか？ここ以外なかったねうん。石井さんもいないしちょうどいいやと。アナウンサー室のデスク正面なんですけどねそうだよね福島さんなかなかちょっとタイミングは合わないから忙しそうだからいつもそんなことないですけどここであの強制的に時間を作ろうと思ってのまあ今回だったんですよねまたリスナーさんのことは正直申し上げてちょっと置いてけぼりになってしまった可能性があるまあまあそうですねただもう僕めちゃくちゃ英語サーチするんで今日帰ったら もうかなり普段んぎらんぎで調べるのでぜひともコメントしていただけたら私はオンエア中に見ていましたが、はい、もう光く君はいい人私は悪い人<お>もうこれはもう分かりやすい形になってますよそういうことい言うことによって自分を綺麗に見せようとするっていう技があるんです、えー、どういうことよだからその私なんて悪者なんでっていうことによってううリスナーの皆さんがいやいや福ちゃんはそんなことないよいいところ絶妙な毒を持ってるよってつくわけですリスナゃさんはねそこまでは優しくないよ <laughs> なんですかうんそうだそうだって言いですからそうだそうだあ乗っかってくるの光弘がかわいそうだなんだお前は消えろってなるんだから <laughs> 恐ろしいですよインターネットの社会いやもうそんなコメントいっぱいあふれると僕はうれしいんでひ <laughs> ともよろしくお願いします恐ろしい後編です <laughs>